Google Nexus Nexus 7 Nexus 7は Google と ASUS が共同で開発したタブレット型コンピュータである2012年に発売された Nexus 7特別する場合は Nexus 7の名称を用いている Google が開発したオペレーティングシステムである Android を搭載し同社の消費者向けスマートフォンタブレット端末のブランドである Google Nexus の3代目タブレットとして 2013年7月30日にアメリカで発売された。Google がこのモデルを発表したのは7月26日と発売の4日前のことで発表から早期に量販店へ提供し販売するための策であった。また、第2世代の Nexus7 は Android 4.3を搭載した最初の端末となった。Nexus シリーズの7インチタブレットの2台目で コードネームはレザーである。2012年に発売された以前のモデルから性能が向上し、ソックにスナップドラガン S4 プロ 1.5GHz、2GB の RAM ディスプレイ 2200X1920 ピクセル、2つのカメラ、ステレオスピーカー、無線充電技術チー、マイクロ、USB コネクタを介したスリムポートによって外部ディスプレイに フル HD での出力が行える機能が搭載された。最初に搭載されている OS は Android 4.3だったが、その後 Android 6.0へのアップデートが配信された。他の Android 端末のような端末メーカーもしくは、携帯電話会社によるカスタマイズされたグラフィカルユーザーインターフェースは搭載されていない。また、ブートローダーのロックを解除して、 ファームウェアを置き換えることも可能である。アクセス特権を利用できるようにして、Android の環境を書き換えることや、オペレーティングシステムの開発や変更ができるようになる。また、旧世代 Nexus7 には、Android 5.1.1で OS アップデートが終了したのに対し、Nexus7 では、Android 6.0.1の配布がされている。これ以降 Android 7.0のアップデートが、 提供されていないことから事実上最終バージョンである。ネクサス s 7では以前のモデルより薄く軽く設計された。ハードウェアは前代のネクサス s 7に引き続き、AceUs が設計を担っている。ソックは QualCom クのスナップドラガン600を定格一七ギガヘルツから一五ギガヘルツにダウンクロックしたスナップドラガン S4 Pro アプック8064が採用されている。 2GB のメインメモリと 16GB または 32GB のフラッシュメモリのストレージが搭載されている。SD メモリーカードスロットは他の Google Nexus 端末と同様に備えない。バッテリーの持続時間は HD ビデオの再生枠時間、ウェブブラウジングまたは電子書籍の閲覧は10時間である。バッテリーの容量自体は 以前のモデルより減少しているが、ソフトウェアの最適化によってより長く持つようになった。また、地位による無線給電機能にも対応した。画面のサイズは7インチのまま、画面解像度は 1920x1200 ピクセルとなり、パネルのコントラストやガンマも改善された。LTE 版では、シムロックが当初から設定されていない。このため LTE は、 NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、Y モバイル各社の SIM カードを利用できるとしている。当初の予定通り、9月中旬である2013年9月18日に発売された。n e x u S7 3G 版とは異なり、Google Play Store でも販売されている。n e x u S7 のモデルは以下の価格で販売されている。 ニューネクサス7フリーディテールドベンチョーマークと 2GB オブラム、スナップドラガン S4 プロ、&1920X1200 スクリーン。2013年8月12日閲覧。リークトベストバイアドショーズニューネクサス7ウィズ 1920X1200 スクリーンローオンチャイングチューズデー、ジュライサーティース4229.99ドル。2013年8月12日閲覧。 リークサグジェスツニューネクサス7ウィルハブアンドロイド4.3デュアルカメラズスリムポートアンドワイヤレスチャージングオンセールジュライ31ショートトイエーティーステープルズ2013年8月12日閲覧ツイッターグッケルプラサプライズザネクストジェネレーションツイッター .com 2013年7月28日閲覧ザニューネクサス7イズ a l ル e デ d ア available directory from Google Play. a n d r o i d p o l i c e c o m 2 0 1 3年7月28日閲覧。adithia で Google Finally Unveils New Nexus 7 Android 4.3 Tablet Price and Specifications TECHSTAKE.org2013 年7月閲覧。ホイットマン ライアン、ニューネクサス7フリーディテールドベンチョーマークと 2GB オブラム、スナップドラガン S4 プロ、&1920X1200 スクリーン。ANDROIDPOLICE.com。2013年7月28日閲覧。ニキンソン、フィル、アスク AC、ホワットイズアンロックド。アンドロイドセントラル、モバイルネーション。2013年7月1日閲覧。 ビルディングフォーデバイシーズ。Google 2012年9月1日閲覧。クレイレビッチ・ニック・イッツノットルーティング・イッツオパンネス。アンドロイド・デベロッパーズ・2012年8月18日閲覧。クラグ・ブライアン・ネクサス7・ミニレビュー。アナンテック・アナンテック・2013年7月28日閲覧。Google。 ネクサス7を8月28日発売、9月中旬に、LTE 版も携帯ウォッチ2013年を8月26日、今後予定のソフトウェアのアップデートにて、利用可能、Y モバイルのネットワークを利用、ソフトバンクモバイルのネットワークを利用。ありがとうございます。